皆様こんにちは。今回は使い切りコスメをご紹介したいと思います。前回のビデオから髪型とリップしか変わってないんですけども、はい、引き続き動画を撮ってます。使い切りコスメなんですけども、前回がメインのスキンケアをたくさんご紹介したので、今回はメイクアップのコスメの方と、あとはパックとかアイクリームとか、そういうスペシャルケアの使い切りコスメをご紹介したいと思います。ぜひ興味がある方は見ていってください。まずこちらチークです。チークを2つ使い切りました。ちょっと完璧にはなくなってないんですけど、本当に完璧になくなっちゃったら使い切りコスメで紹介するとき色もわかんないし、まあいいかなと思って、はい、ご紹介します。まずこちらは MAC のドリーミックスというチークになります。ピンクの濃いめが昔はずっと好きだったので、こういった色ばかり使っていました。こっちもそうですね、こっちの半分もそうなんですけども、こういったピンク色がすごく好きでした。こっちはキャンディードールのチークカラーで、どうしたん？久しぶりに来たよって、キャンディードールチークカラーデュオのローズピンク。こちらは濃いピンクと薄いピンクと2トーンになっていて、濃いピンクの周りを薄いピンクでぼかしたり混ぜて、ちょっとピンクを抑えて使ったりもできたので、すごい気に入ってました。今も売ってるのかな。そんな感じで使い切ったチークになります。そしてマスカラはこちら6本使い切りました。使い切りコスメ何回もやってるんですけど、毎回全部紹介しきれてないので、この6本を短期間で使い切ったわけじゃなくって、ずっと貯めてたコスメになります。まずクリニークが2本、クリニークのメイクでもご紹介しているラッシュパワーマスカラのブラックオニックスで、こちらがラッシュパワーボリューミングマスカラです。両方ともすごく細くて透きも良くて本当に塗りやすいです。でこちらの方はこの時初めて使ったのかな、1本だけなんですけども、こちらのラッシュパワーマスカラロングウェアリングフォーミュラは何回もリピートしています。グアムとかハワイとかに行くとこう3本セットで安く売ってるんですよ。なんで行くたびに3本セットとか買ったりしていたので、 YouTube 始めてからはいろんなマスカラ使ってるんですけども、こちらは何度もリピートしているマスカラです。そしてメイベリンが2本、メイベリンボリュームエクスプレスマグナムスーパーフィルム、メイベリンボリュームエクスプレスハイパーカールスパイキーコームウォータープルーフブラック。こっちはウォータープルーフなんでかなり落ちにくいです。なんで夏とか海プールに行く時とか専用に使っていました。ブラシもこういったコームタイプのブラシになってて、なんかウォータープルーフのパリッとした仕上がりっていう感じで、私はお湯で落ちるマスカラのふわっとした感じが好きなので、夏の海プール以外では使わないかなって感じです。こっちもすごくボリュームが出るタイプなんですけども、すごくなんかブラシがゲジゲジしていて大きくて、ちょっと塗りにくかったような記憶があります。なんですけど、ボリュームはしっかり出てくれるタイプのマスカラでした。そしてこちらがロレアルパリのダブルエクステンションビューティーチューブ。こちらは友達のおすすめで買いました。こちらがマスカラベース、マスカラ下地で、こっちがブラックのマスカラになってます。で、マスカラベースはこんな感じのホワイト。こっちがブラック。本当にすごくボリュームが出ます。なんですけど、ちょっと私のこのマスカラが悪かったのか、こう、液がすごいんですよ。こっちのホワイトの方は使い切ってないんですけど、見てください。これ、やばくないですか？なんか中が壊れちゃったのか、ゴムが外れちゃったのか、すごい勢いで、下地が出ちゃうので白の方はすぐ使えなくなっちゃったんですよ。なんでこちらのブラックの方だけ使い切りました。こっちの白の方はとても使えなくて、でも両方とも壊れずに使えてた時はものすごいボリュームが出るのでびっくりしました。ただちょっとこうひじき眉になりやすいから、コームで溶かしたりこううまく塗らないとっていう感じがするんですけども、ボリュームをしっかり出したい方にはとってもおすすめのマスカラです。そしてこちらが極伸びマスカラです。私キャンメイクの極太マスカラは好きで何回もリピートしてるんですけども、こちら試しに買ってみた極伸びマスカラの方ですね。すごい細い細かい繊維がたくさん入ってるんですけども、極伸びそんな伸びた記憶はなかったような、であんまり繊維が好きではないので、私は極太マスカラ派でした。極伸びより極太マスカラの方が好きですね。そしてこちらペンシルライナーを4本使い切りました。まずはこちらがもう出ないんですけど、ポール&ジョーのウォータープルーフアイライナー01番。
パッケージはいつかのクリスマス限定、2年前ぐらいのクリスマス限定のパッケージなんですけども、普段も売っているライナーです。これは落ちにくくてすっごい柔らかくてスルッとかけてめっちゃ良かった、めっちゃ良かったんですけど、こんなにすぐなくなるっていうぐらい早くなくなりました。クリスマス限定のものだから早かったのか、もともと既存の商品もすぐなくなってしまうのかちょっとわかんないんですけども、うん、すごい良かったから、またこれはブラウンとかあるんだったらリピートしてもいいかなって思います。そしてアイライナーももう小さくなって削れなくなってきたので、使い切りで紹介させてもらいます。こちらはちっちゃくて可愛いですよね、ナーズのアイライナーペンシル、あ、それだけ名前のブラックです。2200円ってことぐらいしか書いてないですかね。こちらは前の仕事での指定のライナーだった気がする。はい、一番初めらへんのメイクでこうアイライナーぐちゃぐちゃぐちゃーって目に引いて、クリームアイシャドウでこうぼかして深みを出すっていうメイクをやってるんですけども、そちらでそういった使い方をしていたのですごく早くなくなりました。こう綺麗にぼかせるライナーとしてはすごい良かったですけど、普段際に引くライナーとしてはちょっと落ちやすいんじゃないかなって思います。でこっちのライナーが今思ったんですけど名前が見えなくなっちゃいました。ブランドはちょっとわかんないや、ちょっとブランドわかんない、すいません。でもこちらもブラックのアイライナーですね、使い切ってます。そしてこちらがキャンメイクのスレンダーアイブロウ01番、これももう出ないです、使い切りました。ちょっと平たい感じの眉ペンシルで、うん、普通に使いやすかったと思います。で色味もすごい良かったんですよね。なおかつウォータープルーフで気に入ってこればかり使っていたのでなくなりました。はい、すごい安いし、今眉ペンシルいっぱいあるから買わないんですけど、全然またリピートしたいなって思うようなアイライナーでした。次にこちら、こちらは妊娠中の愛用品でもご紹介しているアイハーブで購入しているオーガニックのホーバーオイルです。全部使い切りました。こちらはお風呂場のお水が届かないところに置いてあって、もう濡れたまま全身に塗ったり、お腹の妊娠性のケアに塗ったり、あと顔にも髪にも塗ったり、お風呂場で主に使っていました。1300円ぐらいかな。はい、こうぎっとりしすぎないで割とサラッとしたのですごい使いやすくて良かったです。今まだ使い切ってないオイルがあるのでリピートはしてないんですけども、また全然リピートしたいなって思う商品です。そしてこちらもアイハーブで購入しました、バボの赤ちゃん用の日焼け止めです。 SPF30、こちらは赤ちゃん用の日焼け止めなんですけども、赤ちゃんには塗ったことなくて、その赤ちゃんが生まれてくる前までに使っていた赤ちゃん用の日焼け止めです。なるべく自分の肌にも優しいものを使おうと思ってこう赤ちゃん用の日焼け止めを使ってたんですけども、まあやっぱりすごい使いにくいです。香りも本当昔の嫌な日焼け止めの匂いだし、塗るとベタつくし肌が白くなっちゃうし、本当にこう使いにくいです。なんですけど、まあ一応使い切りました。本当今ニベアのジェルの日焼け止めとか、昔の UV ケアの動画でも紹介してると思うんですけど、ああいうすっと馴染んでサラサラの日焼け止めっていっぱいあるので、本当に使いにくいけどお肌には優しいけど、どうだろう、これはもうリピートしないかなって感じの使いにくいテクスチャーの日焼け止めでした。はい、そしてこちらはアキュアのセンシティブフェイシャルクレンザーです。こちらもアイハーブで買った洗顔料なんですけども、こうドライスキンやこう敏感肌用のクレンザーなんですけども、なんかテクスチャーがすごい緩くて、このアキュアオーガニックのホーバーオイルとかは好きなんですけども、このクレンザーはリピはしないかなって感じです。なんかすごく緩くて泡立ちも良くなくて、なんかなんだろう、特に問題は起きなかったし、すごく肌に優しいものなのでいいんですけども、なんかこう使っててテンションが上がるハッピーな気持ちになるような商品ではなかったんですよね。なんでこちら主人と一緒に使っていて、ほとんど主人が使い切ったと思います。今はインスタグラムで紹介したお気に入りのクレンザースクラブなんですけども、泡立てて普段の洗顔にも使えるものなんですけども、こちらが気に入っていてリピしているので、はい、こちらはもう買わないかなっていう感じです。はい、そしてアイクリームです。こちら無印のエイジングケア目元用美容液、これはかなり昔に使い切りました。なんで正直あんまり覚えてないんですけど、
確かに普段のスキンケアプラス目元に塗れば目元の保湿力、保湿されてる感じは上がるなって思います。なんでやらないよりかはやってる方が目元の保湿力が全然違うかなとは思うんですけども、特別これじゃなくてもいいかなっていう感じはします。他の目元用のアイクリームは気になるものがたくさんあるので、家に使い切りたいものもたくさんあるので、あえてこれじゃなくてもいいかなっていう感じですかね。でも使ってないよりかは安いし絶対使った方がいいと思います。でこちらはこちらは使い切りで出てきたのは今回だけじゃないと思うんですけども、6個使い切りました。ザ・ボディショップのエルダーフラワーのアイゲルです。もう使い切ってないんですけども、透明のアイゲルが入っています。免税店限定になります。で最後免税店で箱買いして大量に買ったんですけども、もう全部使い切ってしまいました。で今は買いに行きたくても免税店なんで買いに行けないので、はい、切らしている状態です。こちらのアイゲルはまあ私ももちろん使ってたんですけども、ほぼほぼ主人が使い切りました。っていうのも他の動画でも紹介してると思うんですけども、なんかゲルなんてこう厚く塗るとこうピッと目元が持ち上がった感じがして、こう眼精疲労がマシな感じがするらしいんですよ。で私とかはお化粧する日はもともとお化粧の前にスキンケアいろいろ塗りたくないタイプなのでつけないんですけども、お化粧しない日の朝とかは塗ってたりもしますね。夫婦で使ってたらあっという間ですよね。あっという間になくなりました。はい、そんな感じでこれは買えるもんならすぐにでもリピートしたい商品だけど今買えないっていう感じの商品です。はい、そしてあと大量のパックをご紹介します。まずこちらが香港の購入品かな、で紹介した期間限定なのか何なのか分かんないですけども LINE とのコラボのパッケージになっていて、ほっぺたにこの LINE スタンプの絵が書いてあって、すごく可愛いしお土産にもいいんじゃないかなって思うフェイスマスクでした。すごいさらっとつけやすいマスクでデイリー使いに良かったです。そしてこちらも確か香港で買った、台湾かなで買った、私の綺麗日記の納豆黒真珠、あとこちら 3D になっているちょっとこっちよりかも高いマスクです。これは皆さんご存知の通り、ほんと液がたっぷり入っていてすごく保湿される感じがします。でこの納豆ってどんなだろうと思ったんですけど、全然納豆の香りじゃなくて、何の香りだろう、何の香りって言えばいいのかわかんないんですけど、全然納豆の香りじゃなかったです。いい香りでした。ただただこれはすごく液がたっぷりなんで朝には適さないかなって感じですね。夜こう液を首まで伸ばしてゆっくりスキンケアしたい時に使うようで使ってました。はい、本当息がたっぷりなんでこう首まで滴り落ちるので、首とかデコルテの方までこうマッサージしながら使うっていう感じです。でこっちはこういった 3D のすごい大きいマスクで、首の方までブランとぶら下がってるマスクをこうグイッと引き上げて顎の方まで 3D でマスクができてすごい良かったです。しっかり全部覆ってくれる感じ、あとそれだけでリフトアップされないんだけど、こうグイッと リフトアップで持ち上げてくれるような感じがすごいお気に入りでした。普通のキレイ日記のマスクよりかもちょっと高めだったかな。でこちらもメイドイン台湾で買ったドクターモリタ、ちゃんと使用期限も2018年5月1日までってちゃんと使用期限も書いてあって、で有機植物系からできてるパックなのかな、ちょっと読めないんですけど、高濃度美容液マスクということで本当にしっかり潤いキープしてくれて良かったです。これはこっちでは本当に見かけないので台湾行かないと買えないのかな、ちょっとわからないんですけども、30時間の潤いって書いてあるんですけど、本当にしっかり潤ってくれるタイプだったので結構好きでした。まあこれ夜パックしてスキンケアして寝ると朝まで潤ってる感じがしたので良かったんじゃないかなって思います。そしてこちらがジェル系のシートマスクです。こっちが贅沢ジュレシートのマスクと、こっちがロイヤルジュレマスクで、出している会社も違うんですけども、両方ともジュレがたっぷりのマスクです。ほんとこれは朝だとベタベタになっちゃうんですけど、夜やると気持ちいいんですよね。パック自体気持ちいいんですけど、これは特にこのジュレのプルプル感がすごい気持ちよかったです。私はどちらかといえばこっちの贅沢ジュレシートのマスクの方が好きかな
と思います。本当にたっぷり入っていて、マスクした後にジュレをさらに顔に塗り込んで、首に塗り込んでって感じでやってました。で、なんかこうジュレが絡まるようにか、シート自体もこうなんかちょっと密着しやすいガーゼっぽいようなシートで、とっても好きでしたね。今回紹介したシートマスクはどれもピリピリしたり合わないものはなかったです。はい、はい、長くなりましたが、そんな感じが今回の使い切りコスメでした。今日のリップはこちら、レブロンのウルトラ HD マットリップカラー08番をつけてます。関連動画にはスキンケアメインの前回の使い切りコスメを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。